はい、どうも皆さんこんばんは。またちょっとね、一人でオープニングっていうことはですね、日記が回ってきてしまったんですけれども、エギング日記っていう企画なんですけれども、この企画はですね、まあ、この日記に書かれている事柄ミッションをクリアしていくっていう企画になるんですけれども、ミッションをクリアできなかった場合はその場で罰ゲームっていうね、厳しい内容になっております。でね、今日風がすごいんですけど、もうちょっと今日この日しか時間が取れなくて、ちょっともう強行しますというところで、まあ早速やっていこうかなと思うんですけれども、今回日記に書かれてる内容がですね、新規ポイントを開拓、長崎市街でイカを3杯釣ったっていうことなんですけれども、行ったことのないポイント で市街、さらに、まあ、今回はね、 Google マップとちょっとにらめっこしながら実際にやっていけたらなと思います。制限時間24時間というふうに書かれてますんで、しっかりね、守っていきたいと思います。ということで早速いってこう。はい、それじゃあね、今コンビニに着いて、今からポイント選ぼうと思うんですけれども、今私がいるところはここですね。長崎市がこの辺までなんですよね。この辺まで、こっからこっち、このとんがりブーツ、ギャルお兄さんみたいな靴の先が長崎市なんですよね。この辺深夜にかけて風がひどくなるんで、まあ様子見ながらね、行こうと思います。今回の潮回り、まあ今日大潮なんですけど、ちょっとなかなか良くなかった。実際長崎市直行行ってみてね、潮通しが良さそうな場所をちょっと今日探っていけたらなと。潮通しがいい場所って自分的には、島と島の間とか、こういうとことか、島と島の間のここがキュッとオリフィス効果で速くなってるんですよね、流速が。なのでそういうとこをちょっと狙っていこうかなと思います。はい、ちょっとね、マップ見た時はね、気にも留めてなかったポイントなんですけど、ちょっと気になるなと思って今ここに立ってますと。ライトもね、ちょっと遠目ですけどありますんで、ベイトがこう立ち寄ってくれて、それを捕食しに湾内に入ってくる前のイカスねを取れたらね、いいんじゃないかと思います。深さ的にも結構あって、浅く見えるんですけど結構ありますね。マップだけじゃね、なかなか分かんない、むずいね、難しいっすね。よくみんなマップだけで行ってる、普段やらないことなんでね、ちょっとね、一つずつちょっと勉強しながら、はい、やっていけたらなと思います。ちょっとダメだな、今先端に移動してます。先端も気になるようになってきた。ここの水道のとこ打ちたくないですか、この水道入り口のとこ。あ、イカ墨ちょっとありますね。俺はこいつと旅に出る山が、あ、めっちゃベイト入ってきた。やっばベイトめっちゃおるやん、これアジやな多分。うわ重っ、塩重たー。いや、本命のポイントに早く行きたいんですけど、良すぎる。いや、エギング楽しい。なんかね、ちょっとね、市街でエギングってもう半分罰ゲームやんって思ってたんですよね。まあ、言ったらしないで釣れるわけじゃないですか。でね、この秋から冬にかけてのシーズン、わざわざさ1時間もさかけてさ市外に行く必要ないじゃないですか。もうその時点で罰ゲームやんって思ってたんですけど、新しいポイント打つの楽しい。知ってるポイントって、あ、この感じはまだだなとか、もうちょっとしたら釣れるかなみたいな感じってやっぱあるじゃないですか、感じる体が。それがね、全くないから楽しい。なんか最初の時の感覚を思い出す、あと1投投げたら釣れるかもしれないみたいな、何この感覚、楽しいわ。エギング日記、移動してきました。ということでね、やっていこうと思います。本命のポイントですね。ちょっと風がありますけど、まあね、まあまあ、まあ、墨はね、ちょっとない、あんまりなかったですね。リアル磯筋アズイーダートマスター3号ですね、ラトリリでございます。これでおびき寄せて釣ってきます。聞いた話でこう自分にしっくりきたんで、それを信じてるんですけど、イカって子供の時
に食べた餌、一番最初に食べてた餌を好んで食べるらしいんですよ。長崎はイソスジエビですね、つまりがいっぱいいて、それをちっちゃい時いっぱい食べて大きくなった個体が多いんじゃないかなと。もしくはまあイソスジエビじゃなくて、まあ、それに近いベイト好んで食べてたから、もうこれ本当によく釣れるんですよ。やっぱいろいろ投げてみて、これがやっぱ合ってるんだなと思います。長崎のこのフィールドに合ったエギなんじゃないかなと思ってます。あんまり動いてないな潮が。おお、さっきのポイントの方が動いてたじゃねえか。まあでもね、このポイントは入った理由もう一個ありますから、その方にちょっとね後で行って、そこのね島と島の間をちょっと打ちたいなと思ってますんで。はい、ちょっと移動してまいりましたけど、バーク風ですね。バーク風だ。でも今日も一日これでも風がない方。今日はい、ちょっとやっぱり1投目やったっすね。来てくれたっす。ういー、やったー。はい、ゼロっすね。あーまあ350ぐらい、うん、370ぐらい、うん、まあ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 、あと2匹じゃん。ファイル復旧頼むよ、マジで。映ってなかったらゼロ杯なんで、マジでファイル復旧頼む。エギング日記。ちょっとここ良さそうだけどな、磯場も良さそう。ちょっとここ行っか。風が、あ、ここ風浦っぽさそう。ポイント移動してきましたけど、すごいイカスミ、こんなイカスミあるんだ。すごい爆風。まあしゃあない、ちょっとなんとかねこれでいっぱいでも取っていけたらいいなと思います。ということで、ちょっとランガーをね投げていきたいと思います。はい、の 3.5 号ですね。金テープ、デュエルのランガーですね。ホール早いんですよ。なんで少し、なんじゃこの風は。宇宙海に投げていこうかなと思います。少しね風が落ち着いてるんで、こればっかりはね場所を選んでらんない。やっぱり風が、2023年11月11日中潮19時満潮、現在21時30分下げ潮のタイミングに回遊するアオリイカを狙ったエギング兆候。ポイントがサイズいいのか。ここに来て元気が出てきたぞ。ちょっとお前誰やねんと。お前はくるくるポンやないか。くるくるポンもいいんだっけ。くるくる爆弾ちゃんやったっすね。これいいんだっけ。これ久々っつったモンゴー。サイズいいよ、600ぐらいありそう。はい、あざまーす。ちょっと後でボスに電話しよう。エギング日記。ここ打てそうかなと思ったんですけど、まずね浅い、そしてこっちのテトラはちょっとでかくて危険かなって思うんでやめときます。ちょっと浅いんですよね。朝ね、6分で着くからちょっと行ってみます。
ちょっとね、磯場に入ってきました。とある島に渡ろうと思ったんですけど、その前にちょっと磯場を打とうかなと。比較的ね、風は向かい風のポイントなんですけど、なんか良さげ。エギオ系のムラムラチェリーをちょっと投げさせてもらいました。2023年11月11日中潮、翌日深夜1時30分干潮、現在23時50分。干潮前のタイミングに回遊するアオリイカを狙ったエギングチョウコ。やっぱ早そうなんだけどな、浅いんかな。ラトルに変えようかな。浅いな。お、来た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 。あ、あ、サイズいい。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、あ、逆。これは確実逆やわ。あ、ちょっと待った。抜ける抜ける、なんか良くない。あ、最初だけやったかな、初速だけやったかな。よっしゃ、やっといっぱい、ようやくいっぱい。あ、ちょっと待って、サイズいいな。真ん中の足2本しかかかってない。そしてライト暗い。わ、全然これ見えないじゃん。わ、やばいやばいやばい、見えない見えない見えない、見えへんって。よいしょ、ようやく。あ、写真撮ってる場合じゃない。違う違う、順番順番違う。ちょっと測ろう、測らして。はい、ゼロっすね。はい、あー、700足りなーず。600、これでやっといっぱい。よし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 。あー、カリカリしないで。ちょちょ、いいいいいい、そういいいい。お、ちょっとちょちょ、あの砂砂砂。あ、エギング日記。よし、測るなった。ライト交換してきました。バッテリーをね、リチウムイオン電池交換してきました。よし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 。新月でも結構ムラチェ反応してくれましたね、普通に。はい、ムラチェの3号だったんですけど、いや、反応してくれて嬉しい。ちょっとまだいるかもしれないんでね、もうちょっと探っていこうと思います。いや、当たった当たった、場所ポイント。いや、ちょっとね、あとあるね、島に入る前に通り道だったんで、ちょっとこの磯どうかなと思って投げたんですけど、当たりやったっすね。いや、マジで嬉しい、今の一投。いや、もうほんと最初の一杯がさっき動画チェックしたら撮れてなかったんですよね、ヒットシーンが。ヒットシーンがなかったらそれはノーカウントねっていう話をしてたんですよね、ずっと。この風で690取れたっていうのはね、嬉しい。かつ初ポイント。なるほど、あー、なるほどなるほど。あー、右左も打ってみたいけどね。よし、ちょっとポイント変えよう。あー、じゃあ1時間ぐらいで朝まつめを迎えてしまう。この辺で決め込むか。朝まつめ、ここに決めました。行くぞ。朝まつめにかけてね、若干車が増えてきましたね。左方向です。そう、はい、ちょっとね、誰かにポイント取られる前に本命ポイント行こうって思うんですけど、どうかな。車はね、結構止まってたんですよね、入り口の方。はい、ちょっと行ってみましょう。はい、ちょっとだいぶ歩いてきた。ここで朝まつめ決め込もう。ここ潮が当たるようなポイントで入ってくると思います。個人的にここで朝まつめ決め込みます。ちょっとですね、潮が行ってなかったんで今ここにいるんですけど、ここまで行ってみようと思います。ここまで出れば潮がパーって走ってると思うんですよね。なんで先端まで行こうと思います。あ、めっちゃ歩いてきた。はっきり言って海岸線を2キロぐらいは歩いてる。磯とゴロタと合わせて。あ、いけないんか、ここまで来て。ここまで来ていけないのは。いっちゃうぞ。いけましたね。いけたいけた。まだ今、上げ7分ぐらいなんで、ここ沈むな、多分な。今日、大潮だから。まあ、帰りは、
まあ朝まずめしっかり終わってからしかもう帰れないですね。ようやくわおポイントに着きました。東の空が明るくなってまいりました。今日は7時ぐらいから移動開始して、8時9時ぐらいから釣り開始して、今朝の6時10時間ぐらいですかね。今んとこアオリイカの350を1杯と、まあ、それはノーカウントですけどね、650ぐらいを1杯と、あとモンゴー600ぐらいを1杯、あとアオリ2杯釣らないといけないんですけど、収容は行ってるけどな。今日はさ8時ぐらいに起きたから今オールですね。オール中、もう限界値も近い、もう眠い、帰って寝ないと、罰ゲーム受けて帰って寝ないと。うー、朝まずめです。あー、朝まずめ入ってまいりました。朝まずめの時間になっちゃった。ここじゃなかったかも、だいぶ歩いたけど。今光量変化の一番いいタイミングです。あざまずめの場所失敗してる。あざやってもいいから速やかある場所にとどまってきゃよかった。つらい、ちょっと待って、つらくなってきた。待って待って待って、ポイントミスってる。ちょっと今まで乱眼してたじゃん、良くない気がしてきた。なんかザラザラしてるし。2023年11月12日大潮、6時48分日の出、現在6時30分。朝まずめのタイミングに回遊するアオリイカを狙ったエギング釣行。火で切ったら歩いて帰ろうかな。お、来た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 、ちょっと待って、うわもう俺やった、絶対抜けんね。おっしゃー、よいサイズいい、よっしゃよっしゃよっしゃ、残り1匹いけん。ちょっと GoPro 残り1匹いけんや、お前おるやん。はい、食感1本、食感1本。おぉ、ついびある。ちょっと待って、そっちをかけよう。これで3や。あー、見られた。見られた、見られた。よし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 。よし、おった。朝まずめ。1個来た。いや、今これ、ついびあったんすよ。ついびがあった。ギャフでかけようと思ったんすけど、無理やったな。それで3にしようと思ったんだけど。まだここでワンチャンあると、ちょっと朝まずめに手返しよくちょっと取りたい。よし、あといっぱい、あといっぱいいっぱい、うん、これはもう500はある、500ぐらい、もうあといっぱい取っていきましょう。いや、これあといっぱいとかって言わんよ、多分もっと釣ろう。あ、もう潮止まる、潮止まる、朝まずめと潮止まりが一緒なんで、ちょっと潮止まり前にいっぱい欲しいですね。まさか嘘ついた、キャストプラスじゃなくて。上になんか登っていけるんだ。あー違うな、これたどり着けんのだるいって、結構。いやーこれ人が入った後にいいな。いや、ちょっと
すぎる。ここじゃないな。マジ？いや、そういうのないて。レディング日記。はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。実際ね、3杯釣って、アオリイカ350ぐらいのと、600ぐらいのと、700ぐらいの、ちょっともう忘れちゃった。釣ったは釣ったんですけど、まあ YouTuber としてね、ヒットシーンを撮れなかったっていうことで、ちょっと罰ゲームを受けていこうと思います。さあ、悔しい。いやー、頑張ったんですけど無理でした。タイムアップでございます。次またリベンジっていうね、気持ちも兼ねて、ちょっと罰ゲームをしていきたいなと思います。このね、3枚の紙選んでいきたいと思います。これ、何色これ。緑ですね。緑の袋に入った罰ゲームを受けていきたいと思います。ちょっと読ませていただきます。背景メンバー様、聴講お疲れ様でした。ハードなミッションいかがでしたか。ポイント移動を繰り返して喉も渇いていることでしょう。これを飲んでリフレッシュしてください。これは喉の渇きを一瞬で治せるメントスコーラです。コーラの中にメントスを3つ入れて即座に一気に飲むことで効果があります。さあ、右手にコーラを、左手にメントス、スカッと爽やかにさせましょう。ノーリズムコカコーラ。確かにもう喉渇いてました。本当にもうめっちゃポイント移動した。もう13、14時間 Google マップ見てるか、移動してるか、しゃくってるかです。もうこれ脱ぐのありかな。さすがにね、帰りの車がね、びっちょんこですから。左手にメントスで、右手にコーラ。じゃあ開けさせていただきます。じゃあいきます。うまくできるかな、コーラに。ありがとうございました。皆さん、チャンネル登録、高評価、ベルマークのほどよろしくお願いします。次はひどいのやっちゃうからね。次のミッションを覚悟してください。お疲れでした。